キッズチャンネル感やばい。はるか、サルタです。本日の企画は未成年の妹が妊娠しているドッキリ。イエーイ。なんかめっちゃキッズチャンネルっぽくない？キッズチャンネル初心者。じゃあさキッズチャンネルっぽいしようよ。いくよはるかとサルトで、はるさるです。なんですけど、今日は大人っぽい企画を持ってきました。はい、その名も未成年の妹と妊娠しているドッキリ。はい、したんか。実は、はい、してませんけど、今回はリアルにしたくて、何やんの？妊娠検査薬とかを今から買いに行って、うん、結構リアルにやっていきたいと思います。仕掛けるのは、メンバーもちのひーちゃんまいまいでーす。大人すぎるから。使えない用語とか言われたら、絶対妊娠イコール使えない用語たくさんあるし、動画的に使えない、全部ピーだったの。今日この後の動画全部ピー。無理無理狙っちゃうね。2人で仕掛けていきたいと思います。はい、それやっていきましょう。ポンポーン。はい、ということで妊娠検査薬を買ってきました。はい、実際にしてないから、うん、おししをかけても線が出ないので、これで書いていきたいと思います。はい、信憑性高ないね。過去一じゃない、これ初めて見た。え、なにあ、ここにおしっこかけるの。え、すごい。ここの真ん中に猫線引くみたい。え、無理なんだけど。はい、じゃあ書いていきます。はい、ちょっとここは慎重にいかないと。え、いいじゃない、めっちゃめっちゃいい。え、パッと見全然気づかない。うん、はい、できました。わからんな。ということでメンバーたちが来るのを待ちたいと思います。はーい。1回目がソルザが妊娠検査薬を買ってきてくれたみたいな感じのをやってくれるので待っていきたいと思います。え、臭い臭い、うん、あ、気持ち悪いの。え、具合悪いん？熱は？なんで？熱ない、眠いし体調悪いし風邪？体調悪いし寝たき？でもなんかね、タイトにさっき体調悪いって言ったらね、うん、どこ行った？あ、どこ行った？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 散歩？何してんだろうね。うん、あ、帰ってきた？おかえり。おかえり。ね、はるか具合悪いって言ってんだけど。そう、そうやね。なんか症状的に思い当たることあって。なに？え？お薬？見て、初めて。え？生理じゃない？どういうこと？どういうこと？生理来てないわ。やろ？なんか生理来てないらしくて、私が横でご飯食べたり、そしたらうわってなってトイレ走ってったりとかな。匂いに弱いよ、今。待って、しかも、待って、はるか最近、いつから彼氏できたから。そうなの？え、待って、ちょっと待って、どこから何を言うの？何から聞こえるの？分かんない。パニック。まず、え、何？え、で、彼氏とゴムなしでやったの？トルちゃん、ゴムなしで？スーちゃんが答えてくれる。ちょっとこれやってくるわ。ほら、それやってき。スーちゃん、だいぶ答えくれてあげて。最近さ、はるかとよくさ、ご飯二人行ったりとかして。あ、そうだね、そう、相談とかめっちゃ受けてたんよ。待って、まとめられちゃうよ、みたいな。あ、体を止める。え、で、ゴムはしないわけ？で、本人に聞かないと、そう、わかんないよね。ゴムしたのか。そんなにいいわけじゃないからね。で、まあやっちゃって、それで、まあそういう風になっちゃったみたいな。で、まあ女の子の日が来ない。もしかしたら、みたいな。症状がそうみたいな。まあ。だから、そうじゃないかと思って今買いに行ったんよ。でも、あれ悪くない？なんかおかしくなかった？匂いとか、敏感じゃなかった？気づかんかな？生理も来てないらしいし。1週間以上経ってたらそうだもんね。ワンちゃん。ストレスとかじゃなくて。あ、実はそうだろ。あ、それやったらいいけどな。まあまだなんか彼氏って聞いたから、まだ安心したけど。それは特定多数じゃなくてよかった。やってきました。あ、帰り。もうね、30分、あと30分くらい見た。出るか見てます。え、はるか、え、本当に彼氏特定多数の男でやった？もしかして。うわぁ、ティックトック撮る。なんかさ、バズってたよ、なんか。でもそんなさ、ティックトック撮るとかいう問題じゃないのよ。え、逆にどうしたいの？そう、確かに。え、子供欲しい。違うかもしれんし。あ、確かに。ね、ちょっと待って、じゃあ先見てよ。見て、先見てよ。見て。見るの？本当にいいの？うん。だって前は見慣れてるでしょ。見た。年齢的にね。年齢的に。年齢的に見慣れてる。表情で、表情で教えて。うん、表情で教えて。え、これさ、待って、何が何なの、これ。日本が陽性。日本じゃなかったら大丈夫。日本だったら。おめでとう。せーの。え？
何？え、待って、何？何？何？違う違う違う。なんかね、これ前まで使ったんか、前だけ使っちゃう。どういうこと？待って、ざっとしたもんだよね。隠しまって、なんで？やばいやばい、どうしよう。どうする？待って。え、これ間違ってたけど、マジで？これが間違ってることあるじゃん、だって99、ほら。あ、そうそう。1%。他に本当に、え、彼氏。お父さんわかる？あ、可能性ある人だってこと？だからわかんないの。やばいやばい。え、6人全員で受け入れちゃったってこと？日替わり。月火水木曜日休憩。なんで木曜日休憩？逆にでも忙しかったよ。でもまあそれは置いといて、でも今後の話をで決めないとね。確かにこれは。確かに活動にもさ。じゃあまずもしさ、ゴムをしよう。うん、そうだね。日に。あの、あなた女の子なんだからね、体大事にしなさい。本当に。本当に。やだ、泣かないで。泣いてない。ピーちゃんが泣きそうだよ。一応。それなり。じゃあ、はるかのママになった気分になっちゃって、なんかさ、おめでとうのことなんだけど、おめでとうでしょ。活動もあるじゃん。でも、活動よりも、なんか、あの、体調大丈夫そう？確かに、気持ち悪いね。まあ、お相手のパパとさ、うん、はるか、あとはるかの気持ちとかね、と、お世代、あとはるかの親とかじゃない。どうやって特定する？パパ、6人。そっか、そっか、6人！そっか、彼氏じゃないんだ！6人はやべえな！どうしよう。6人もいる。もう、あとさ、お母さんとか怒られない？不特定多数のさ。ねえ、あの、なんかさ、その、何これ、ごめん、ごめん。なんでそんな濁すの今さ。手で挟さない。全員全員なし？全員なしだって。いや、6人。じゃあ別にさ、そう、いいの行くのはね、その人たちのところに。誰連絡も知らない。え？え、誰も連絡先知らないの？え？こっちやれよ、本当に。やばい人や。それはやばい。反省はしてるよ。まあ、そう、まあ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 、わかんない。とりあえず病院行って、で、そうだよ、はるかの気持ち次第。そうだよ、そもそもね、その、産むか産まないかっていうのもあれだから。そう、でもはるかは産むな。まあでもそしたら、うちらも一緒に育ってるよね。うん、それで。え、それでも報告しなきゃいけない。でもそれはそう、当たり前だよ。無理だよ。お母さんにもな、言わない。人は一緒に、あの、行く。あ、お母さんとこ行こうじゃん。で、一緒に、ちょっとうちらの、ちょっと悪影響のせいで、みたいな、ちゃんと謝るうちね。あ、ひーちゃんが代表で謝ってくれる。え、でもみんな、え、みんなで行くんでしょ？うん。え、じゃあ行こう。今すぐ行こうじゃん。確かに。いいよ、だってまだ行けるっしょ。うん、行こう行こう行こう。行きましょう。ほぐちはしょうがない。ちょっと待って！本日の曲は、イタリアのモデルが妊娠してるドッキリ！イェーイ！うわ！え、でもドッキリじゃないよ。やってんじゃん。え、そうだよ。本当に妊娠してた。どっち？え、どういうこと？ペンで書きました。え、じゃあ本当に妊娠はしてない？してない、してない。まあ、いないよ。いないよ。いないよ。でも、とんでもない女だと思った。そう。月火水木って。実は、6人いてとか言ってなかっただけでそうだったんだって。まあ、はい。ドキリでした。はい。それっていうのが強いわ。ね。やっぱり。ガチコルちゃんも協力してたってことやな。そうね。回されてよかった。よかった。完全に回されたよ。完全に。まあ、でもよかった。なんか、違うな。妊娠する予定ないでーす。はーい。はい、ということで、バイバイ。おはよう。眠いな。はるかの体調が。珍しいよ。なんで？しかも最近ずっと眠い。トマト嫌いのにさ、いきなりトマトめっちゃ食べだしてさ。どういうこと？最近言ったやん、トマト食べるようになった。忙しすぎてもうおかしいんかな。でもあれだよね、なんかそういう時期あるよ。あと匂いに敏感しない。なんか臭いのとか打ってない。やばい、うち大丈夫今日。お風呂入ってないよ。うっ、ちょっと待って。いた。え、でもガチで最近はるかと一緒におって香水とかつけてもあんな感じ。原因わかんない。原因わかん。一応やってみたい。何？あ、そういうこと。でもまだ見てない。見てない。怖いから。見て、見せないで。え、他は何かあんの？他？吐き気とか。なんか熱っぽい。うん。何？とりあえず何も言わずに見て。何も言わずに。今すぐに多分病院行った方がいいと思うな。何？どうだった？どうだったの？え、陽性だった。うん。
ヨッシーって何？ピヨピヨのかな？ピヨピヨ、あのピヨ、おめでとうしてます。え、何？誰？え、相手分かる？分かんない。違う、分かんない。でも誰かって分かるじゃん。顔が見えなかった。どういうこと？え、それ犯罪じゃない？普通に警察じゃない？え、豪華なんか、はるか最近襲われたみたいな。え、終わりやん、そんな。早く警察行くぞ。あ、じゃあもう不特定多数や。前までそんなんじゃなかったじゃん。え、何最近、なんかちょっと、え、目覚めちゃったか。憧れてるレンファに。憧れたすか。憧れたら一番いけないよ。憧れる人間違えてる。うん、25歳独身。うん、え、産むの？産まないの？産むの？産むの？え、だって若者とか憧れるもん。誰かわかんないのに産むの？父が。DNA 検査しない？普通に。うん。心当たりある人何人ぐらい産む？1日に3回しとかした？もしかして。あ、わかんない。え、そう、それだけじゃないと。え、なんでゴムしないの、まず。え、そう、そこだよ。だからちゃんとすることはしなさいって。そう、必死なさったんじゃん。っていうか、もしそういうことがあったらいつでも言ってよ。うち、あの、持ってるから、お薬。あ、どうや、失敗しちゃったの時はお薬で済むよね。うん、そうなの。でも、俺今からじゃ遅いよ。確かに。でも、まあ、何週目？どっちがいいの？アイドル活動優先するか。とりあえず活休して、うん、産むんだったらね。うん、え、でも活休してもよ、生まれたらどうする？産むとかもあるし。生まれたらさ、だって育てないよ、あかんわけやん。うん、責任持ってね、そこはね。え、いいよ、じゃあ生まれたら代わり番号で面倒見るから。一人ずつ、あの日替わり5人グループ、日替わり5人グループ、日替わりママ。そう、日替わりママ。日替わりママ。え、ちょっと見してよ、子供。え、ちょっと、全部お腹出てるよ。あ、本当だ。あ、結構立ってんだね、じゃあ。本当だ。アパプちゃん、アパプちゃん、レイファだよ、こんにちは。初めまして。初めまして。私のこと覚えておいてね、生まれる時まで。よろしく。撮影とか来れなくなるかもだけど、よろしく。あ、それは全然ない。てか、まずはあなたの体調が一番だから、うん、なんか、そうや。あと、あなたの人生なんだから自分で決めた方がいいと思う。うん、え、マジで考えな、ちゃんと。うん、お母さんに言ってない？いや、ママには言いないよ、それは。うん、ママにはそれは言わなきゃいけないことよ。ただ、ママに言わないんだったら言わないまんま下ろすしかない。産むんだったら言わなきゃ。産めない。そうかね。ないに決まって。下ろすだろうがよ。一番ないで、たぶん。下ろすの10万くらいでしょ。下ろすから10万貸してくれる？下ろす、下ろす。下ろしてアイドル続けたいってこと？ああ。まあ、じゃあいい。10万貸してくれる？うん、そのお金出しよう、今日ね。買い放題するもんねー。下ろす気ないぞ。だってね、妊娠してないもん、絶対。だって妊娠してないもん。どういうこと？え？ということで、本日の企画は、ひじめの妹が妊娠してるドッキリー！イェーイ！てってれー！何これ？これは何じゃ？これはなんか買ってきて、なんかね、ペンで書いたの。よく言うと、意外と分かんないね、それね。あの、取れたかとかないけどね。え、でもリアルだったんですよ。うん。え、リアルだったけどさ、マジでさ、自分たちのなんか素の反応しちゃったけどね、大丈夫そう？産むの、産まないの？はい、ということで、2000年の妹が妊娠してドッキリをしたんですけど、まあ、言って、先にドッキリだよって。言ってくれたらもっと言い方できる。そうそう、そんなやらせない。やらせない。うちらだってマジで、なんか人生相談みたいな。ということで、この動画面白いの、ひまえは優しいの、もちはリアルだなと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。お願いします。また明日の動画を見てください。バイバーイ。